チャオ、あっちゃんです。今日は、プリン、ショコラプリン。食べたいと思います。どこのかな？どこのか分からへん。北海道乳業のショコラプリン、チョコレート 10% 入り。食べてみたいと思います。これね、結構ね、高そうな、良さそうやねんけどもね。ドンキで60円やってん。はい。ということで、いただきまーす。こんな感じ。すごい濃厚そうな。チョコの香り。いただきまーす。苦っ。美味しい。チョコめっちゃ濃い。美味しいよ。すごいね、濃厚。美味しい。あ、これって変わんの。苦い。苦いな、これ。食ったことあるんだよ。うん、じゃあこれ食べんのやろ。何？あれちゃん。前違うの食べたよ。前他の、なんかかけたやつちゃうの。そうそうそう。めっちゃチョコ濃厚ね。苦い系のチョコやね。美味しいわ。前と同じこと言って。うん。大人のチョコレート。口の中にもチョコの風味ぶわって広がるね。すごい美味しいわ。幸せ。ご飯食べた時お腹いっぱいやってんけどね、甘いもんは別腹やわ、入るわ。美味しい。はい、よく言いました。美味しかったです。まだね、口の中、舌の中にね、チョコが絡みついてる。美味しい。はい。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯の後に出た後は、北海道乳業の、ショコラプリン。こんな感じでね、美味しかったです。はい。ということで、ドンキで60円やったんでね、もし見つけたら食べてみてください。これ結構美味しいです。はい、大人の、苦味のあるチョコレートでした。今日のあっちゃんのデザート、よさげやなと思ってくれたら高評価でね、また応援のコメントをくれたら嬉しいな。で、チャンネル登録して見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまたね。バイバイ。